こんにちは、メンズファッション研究家大山俊です。ようやく梅雨が明けましたね。夏本番という感じになってきましたが、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。まあ皆さんもですね、これからアウトドアですとかスポーツですとか、まあ様々な機会で楽しむことがあるかなと思うんですが、こういう場面でどのような着こなしをすればいいのか悩んでる男性も多いのかなと思っています。ということで今回の動画ではアクティブな休日に役立つ7つのアイテムをですねご紹介してみたいなと思っています。まあ僕自身ですね、休みの日ガンガン活用しているものばかりなので、きっと皆さんの参考になるのかなと思っていますので、ぜひ最後までお楽しみいただければなと思っています。それでは早速行ってみましょう。真夏にですね、外で遊ぶときどんな着こなしがいいかと考えるときですね、僕が一番重要視するのはやっぱり動きやすさなんですね。ここが担保されてないと思い切って遊べないので、まあ、ファッション性だとか見た目の良さというところもすごく重要なんですが、それよりもいかに快適に過ごせるのか、動きやすいかどうかの方を僕は第一優先をします。その基準に照らし合わせると、なんだかんだで最強なのはやっぱりですね、半袖短パンサンダル、これがですねやっぱり最強だなと思うんですね。まあ、このような着こなしというのはいわゆるですね、きれいめとカジュアルのバランスを取ろうというようなファッション理論にはですね全く合わなくはなってくるんですが、まあ、夏のアクティブな場面ぐらいはですね、このような思い切ったカジュアルな着こなしを僕は楽しむようにしています。具体的にどんなものを着てるのかというと、今年はですね一番多い組み合わせはこの2つなんですね。はい、まず一つ、上半身はですね、もうこの動画でもですね何度もこすり倒しているんですけども、ユニクロ U のですねエアリズムシリーズですね。これはですね1枚で着ても様になるようなちょっとゆったりめのシルエットになっているので、 T シャツで過ごす時にはですねめちゃくちゃ重宝してますね。いろいろなカラー展開があって、僕はですね5色ぐらい持ってるんですが、その中でもですね T シャツ1枚で着る時には割とこう大人っぽく見えるグレーを選んでいます。こちらがですね一番出てくる頻度が夏は高いかなというふうに思っています。まあ、そしてこちらの T シャツの下には短パンを履くわけなんですが、僕がですねよく使っているのはこちらもおなじみのグラミチのショートパンツになります。色はブラックですね。 T シャツをグレーにして、パンツをですねブラックのショートパンツにすることでモノトーンを作るように意識しています。まあ、この着こなしであればまずはですね快適に過ごすことができるのかなと思いますし、最低限ですね旬なサイズ感というところも意識しながら着こなしを作ることができるかなと思っています。このシンプルな着こなしに対してちょっとした小物でアクセントをつけていくわけなんですが、この2つのアイテムは僕が夏場楽しむためにはもう必須のアイテムなのかなと思っています。基本はこの2つを着用して家を出るんですが、実際にですね川遊びをしたりだとか、まあ、例年だったらやっぱり海に行ったりするんですけども、そういう場面になるとやっぱり濡れるじゃないですか。ですのでそういう時にはですね着替えを持っていくわけですね。水に濡れてもいいような格好というところを意識するわけなんですが、その時に僕がよく使っているアイテムというのはこちらの組み合わせなんですね。まず1枚目がですね T シャツなんですが、こちらの素材はポリエステル 100% なんですが、こちらはアンルートというブランドのもので今年買ったものなんですが、まあ、スポーツシーンで活躍するような T シャツになっていまして、速乾性が優れているので濡れてもですね比較的乾きやすいかなというふうに思っています。まあ、こういったスポーツウェアであるんですけど、ロゴの雰囲気が可愛くてすごく気に入っているんですね。まあ、アンルートというユナイテッドアローズの中のレーベルの一つなんですが、こちらのロゴがですねモノトーンで配されているものになっていて、非常に気に入っている T シャツになっています。こちらサイズはですねいつも S サイズを選ぶことが多いんですが、スポーツウェアでもですね少し緩めに着たいなということで M サイズを僕は購入をしました。ですので海ですとか川で遊ぶ時にはですねこちらの T シャツに着替えます。そして下のパンツなんですけど、こちらもですね濡れても平気なようにですねなるべく速乾性の高いものに着替えるようにしています。こちらは僕が部屋着としてめちゃくちゃ活用しているですねノースフェイスの短パンになるんですけど、これは軽くて足さばきもいいし、結構水に濡れてもすぐに乾いてしまうので、僕はですねこの2つのアイテムを着用して川に飛び込むようにしています。先日もこの2つを着て川遊びをしたんですが、この2つは結構ラッシュガード的な感覚で使っています。もう水に飛び込む場合はもうパンツが濡れてしまうので、一応替えのパンツというものを入れておくと安心かなというふうに思っています。まあ行きの格好もそうですし、あとは実際に遊ぶ時の格好もそうなんですが、まあ、なるべくカジュアルなアイテムこそ色の数は絞ってですねシンプルにちょっとですね大人っぽい配色というところを僕は意識をするようにしています。このように水に濡れても OK なアイテムというのは基本的にワンマイルウェアとしても使えますし、遊びですとかスポーツの時にも使えるのでめちゃくちゃ便利なアイテムかなと思っています。皆さんもですね外で遊ぶ用のスポーツウェアですとかアウトドアブランドというものをですねぜひ有効に活用していただきたいなと思っています。そしてレジャーの時の足元なんですけど、
ども、僕が使っているのはもうこちらですね。何度も何度も登場しているテバのサンダルになります。あまりにですね、テバのサンダルを使いすぎてしまって、1台目のものは結構ボロボロになってきたんですね。ですので今回2足目を購入しました。まあ、動画でもですね、割と使うことが多いので、まあ、机の上にね、乗せるのに結構ボロボロだとしんどいところがあるので、まあ、新しいものを今回購入をしました。これはですね、夏場にはもう必須のアイテムになりましたね。まあ、最初に買った時にはちょっと失敗したかなと感じたりもしたんですね。それはなぜかというと、テバのサンダルって普通のサンダルだったら普通に足をスッと入れればそのまま出かけられるかなと思うんですが、テバのサンダルって足首を固定するので、わざわざですね、ここをビリッと剥がして足を入れて止めるという作業をしなくちゃいけないので結構めんどくさいんですよね。それが嫌であんまり履くことが去年は最初はなかったんですが、まあ、実際にですね、外で遊ぶ場面なんかにはですね、足首がしっかりとフォールドされている方が断然履きやすいんですね。正直テバのサンダル1足あればどこにでも行けますね。旅行に行ってもいいし、アウトドアの場面でもいいし、結構これで走れたりもするので、このテバのサンダルも間違いなくですね、手放せないアイテムなのかなと思っています。川遊びの時にはこれを履いて中に入りますし、海にもこのまま飛び込んでしまいます。1足こういったものがあるとすごくアクティブに過ごしやすいかなと思いますし、一応ですね、トレンド的なアイテムでもあるので、こういったものを履いてるだけでファッション的にも使いやすいというところで、このテバのサンダルがもう一足あればですね、夏の外遊びは十分かなと思っています。ぜひ皆さんもですね、楽天のサイトなんかで買ってみるといいかなと思っています。はい、続いてご紹介するアイテムなんですが、こちらですね、財布。まあ、なるべくですね、僕は休日はバッグ持ち歩きたくないんですよね。僕は本当に手ぶら派なので、なるべくですね、荷物を小さくしたいなと思っています。そしてアウトドアの機会なので、水に濡れたりだとか、結構ですね、アクティブに動くことが多いので、財布はより小さい方がいいですし、素材的にも濡れた手で触ってもそんなに気を使わないものの方が僕はですね、使い勝手がいいかなと思っています。まあ、ブリーフィングというブランドのナイロン製のですね、小銭入れになりますね。これ一つあれば小銭も入るし、クレジットカードも入るし、お札も入るので、十分にお財布として機能するんですね。正直これがメインのお財布でもいいと思うぐらい便利なものになっています。これだったらポケットの中に入れてもですね、そんなにかさばらないので、長財布なんかを使うよりは断然使いやすいかなと思っています。普段皆さんが大きめの財布を使っていたとしてもですね、休日にアクティブに動くのであれば、一つですね、こういった小銭入れみたいなものがあるとめちゃくちゃ便利なのかなと思っています。まあ、今後ますますキャッシュレス化というところが日常的になってくるかなと思うので、そういう場面においてもですね、こういった小型の財布というのは役立つと思うので、ぜひ外遊び用に皆さんもこのような小型のお財布というところをチェックしていただきたいなと思っています。はい、続いてご紹介するアイテムはこちらですね。もうこのアイテムも欠かせないですね。夏に外で遊ぶときには絶対にサングラスをかけるようにしています。まあ、長時間ですね、外にいる際にはやはり目の保護というのはすごく重要だなと思っています。まあ、サングラスをしないで遊んでいるとですね、だいぶ目が疲れてしまうので、僕は必ず外遊びする際にはサングラスをするようにしています。まあ、こういったものをすることでファッション的な一つのアクセントにもなるので、ぜひ皆さんにもサングラスというところを使っていただきたいなと思っています。僕はですね、主に2つの種類のものを持っていて、こちらはですね、まあ、カラーレンズというところで少し薄めの色のレンズになっていまして、これは街でするときなんかには割と便利なサングラスになっているかなと思います。まあ、こちらは素材的に結構タフになっていて、ガンガン使ってもですね、全然へたれないので、僕は結構ですね、アウトドアの場面に使うことが多いかなと思います。僕はですね、結構サングラスを落として壊したりすることが多いんですよね。あと子供に破壊されたこともあったりするので、まあ、サングラスによっては割とタフであることは重要かなと思っています。こちらのサングラスはデザインのバランスもすごくいいですし、素材的にもタフにできているので、まさに外遊びにはもってこいのアイテムかなと思っています。まだサングラスというアイテムに慣れてない方も多いかなと思うんですが、夏というのはですね、サングラスに慣れるにはもってこいの季節だと思っています。こういったものも慣れですので、何度も何度もかけていただければそのうち馴染んでくると思いますので、ぜひトライをしていただきたいなと思っています。はい、続いて6点目にご紹介したいのがこちらですね。
時計になります。まあ、夏場の着こなしって半袖になることが多いので、どうしてもですね着こなしがシンプルになりすぎてしまうんですね。まあ、最初に解説した通り、ユニクロ U の T シャツにグラミシの短パンというものを合わせるんですが、それだけだとどうしても退屈になりがちなんですね。そういう場合は小物でアクセントをつけるといいかなと思っています。まあ、先ほどご紹介したサングラスもアクセントになりますし、あとは時計というものがあるだけでちょっとした着こなしのアクセントにはなりやすいのかなと思っています。僕が外遊びで主につけているのはセイコーのプロスペックスというモデルになります。まあ、こちらはダイバーズウォッチになっているので、水遊びでも全然タフに使えますし、結構厚みがあってしっかりしているので、ちょっとくらいぶつけてもですね全然問題ならないのが使い勝手のいい点かなと思っています。まあ、時計に関しては皆さん日常的にしてるかなと思うんですが、一応ですねオンとオフ両方用意しておくと結構ですねタフに使いやすいかなと思います。僕はセイコーのプロスペックスを使っていますが、G-SHOCKとかでもいいかなと思います。ファッション的にもバランスのいいものをですね1個休日用に持っておくとですねタフに使いやすいかなと思いますので、ぜひこういったタフに使える時計というところも皆さん用意していただきたいなと思っています。はい、そして最後7点目はですね、これも僕にとってはなくてはならないアイテムの一つなんですが、キャップですね。これもね日差しを避けるためには絶対に重要なアイテムなのかなと思っています。まあ、帽子というものにも様々な種類があるんですが、今一番旬なものというのはキャップなのかなと思います。ハットみたいな綺麗めなものがトレンドになる時もあるんですが、今はですねこういったカジュアルなキャップの方が旬なアイテムなのかなと思っています。ただどうしても子供っぽく見えやすいというところがデメリットなので、僕はですねオールブラックのシンプルなものを選ぶようにしています。こちらはですねコロニー2139というブランドのものなんですけども、ここはですね結構シンプルで使い勝手のいいアイテムというのが比較的手軽な金額で買えるので時々覗くようにしています。まあ、ここのキャップというのは様々なものを試着した上で一番バランスが良かったので、僕はもうこれは確か2代目なんですけれども非常によく使っています。まあ、先ほどもちょっとお伝えした通り、夏場の着こなしってどうしてもシンプルになりすぎてしまうんですよね。ですので小物使いがものすごく重要なんですが、こういったキャップが加わることで少しアクセント的な要素にもなるかなと思っています。今年はですねちょっと例外的にキャップをかぶってサングラスをしてマスクなんかをするわけなんですが、完全にヤバい人ですね。これはさすがに怪しい人だなと思うんですが、まあ、毎年であればですねこういったキャップを使うことが非常に多いかなと思っています。まあ、なんとかですねマスクを使わなくていい日常に早く戻ってもらいたいなと思うんですが、まあ、こういったキャップというのもシンプルなものを皆さんぜひ持っていただきたいなと思っています。まあ、なかなかですねコロニーがお近くにない方もいらっしゃるかなと思うので、そういう場合はユニクロのものでもいいと思いますし、あとは H&M のオリジナルのものもですね価格がかなり抑えめでバランスがいいものが売ってますので、そちらでチェックをしていただきたいなと思っています。はい、ということで今回の動画では夏外で遊ぶときに活躍するですね7つの具体的なアイテムをご紹介させていただきました。どれもですね今まさにめちゃくちゃ使っているものばかりなんですね。まあ、こういったアイテムがあることでラフですごく楽ではあるんですけど、一定のおしゃれさを保ちながら休日を楽しむことができているのかなと思っています。まあ、一つ全体のアイテムに共通項があるとすると、どれもカジュアルではあるんですが、色をですねなるべくブラックですとかモノトーン系に抑えることでカジュアルなんだけどもそこまで子供っぽく見せないように僕は意識をしています。まあ、どうしても夏場だと派手なものを着たくなるんですが、アイテム自体がカジュアルで色とか柄でさらに遊んでしまうとどうにもまとまりがつかなくなるので、色に関してはある程度抑えめにしておくとですねバランスが取りやすいかなと思っています。ぜひ皆さんも今日のアイテムというところを参考にしながら夏の着こなしをお楽しみいただきたいなと思っています。この番組では30代40代のおしゃれが苦手な男性に向けてですね明日からすぐに使えるようなファッションのノウハウをお伝えしてますので、ぜひ皆さんチャンネル登録をして今後もお楽しみいただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。